おお、おまんか。おかげさんでもうすっかり元気になったぜよ。ほれ、この通りじゃ。ほれ、ほれ。もちろん、お寮に奈良崎先生、伊根先生にも礼を言うたぜよ。けんど、一番礼を言うべきは、やっぱりおまんじゃろう。実はの、寝込みながらいろいろ考えよったんじゃが、新政府と幕府の和睦がなったら、わしはアメリカへ行こうち思う。わしがおらんかった間も、わしの志を継いだもんらが、今国の夜明けを目指して動いてくれちょった。日本はもう大丈夫じゃ。ならわしはアメリカを回っていろんなものを見てきたい。わしの読みでは今頃全てのことことは片付いちょるはずじゃったけんど、それは見事に外れたのう。じゃが今国の行く末については心配しとらん。おまんや桂さん、勝さんたちがいれば大丈夫じゃろ。おまんにそう言われると決意がぐらぐら揺らぎそうになる。けんどこれだけは譲れん。今国の真の夜明けを見るためぜよ。本心を言えばおまんを連れて行きたい。じゃがわしとおまんにはそれぞれ果たすべき志がある。お互いに志を遂げるため一時離れることにするぜよ。必ずまたつながれる。おまんはわしの片割れじゃき。ほいでおまんに一つ頼みがあるがじゃ。わしと手合わせをしてくれんかい。思えばおまんとは長い付き合いになるけんど、全力で剣を交えたことは一度もないじゃろう。それにアメリカに行ったら刀を持ち歩くわけにもいかんき。おまんと戦って侍としての自分にケリをつけておきたいんじゃ。場所はおまんと出会うた始まりの場所にしたい。横浜のあの代官屋敷がええ。わしとの勝負受けてくれるかい。おっと、その手があったの。けんどおまんはわしを困らせるまでなんてせんじゃろ。わしとの勝負受けてくれるかい。おいたら行くぜよ。今日は水平線がよく見えるぜよ。おまんと初めて会った時、一緒にここまで歩いたの。つい昨日のことのようじゃ。さあ、手加減なしで頼むぜよ。遠慮はいらん。おまんの全力を受け止めたいんじゃ。さあ、やぜよ。病み上がりの体にはじっくと響くぜよ。奥の手を見せちゃろう。わしはこんなもんじゃないんだよ。
改めて剣を合わせてみると、まっこと強いの。最高の相手と戦えたき、これでもう未練はないぜよ。侍として生きた日本の坂本龍馬はこれでしまいじゃ。こっからは世界の坂本龍馬になるぜよ。おまんには散々世話になったき、今刀を受け取ってほしいがよ。どのみちアメリカでは刀を刺して歩くつもりはないきの。夜明け前が一番暗い。西洋のことわざだそうじゃ。まだ暗くとも日本の夜明けは近いち、わしは信じちょる。残っちょるごたごともみんなで力を合わせればきっと肩がつく。そうしたら何の憂いもなくアメリカへ行けるはずじゃの。決まるぜよ。